野党は赤い。時事 .com ニュース。2021年4月30日。野党共闘。立共の歩み寄り焦点。自民、二階派が波乱の目。衆院選。角丸枝野率いる立憲民主党と、コミンテルン、国際共産党、日本支部の日本共産党が歩み寄り。記事行く前に、取るに足らない国民民主党の方針を消化しておきましょう。時事 .com ニュース、4月28日、国民玉木、共産参加の連立政権入らず、立憲との選挙協力に玉金入らないってよ。一応記事導入いっとこか。国民民主党の玉木雄一郎代表は28日の記者会見で、立憲民主党が共産党と次期衆院選の候補者調整に着手することについて、共産が入る連立政権であれば入らない。選挙協力も政策調整もできないと述べた。立憲を中心とした連立政権ができた場合、共産の不参加が衆院選での協力の条件になるとの考えを示したものだ。で、玉木のコメントは割愛。角丸枝野としては、共産と組んだ方がメリットありそうやしな。国民民主党、息絶え絶えって感じやもんな。最初にご紹介した記事の中身行きましょう。記事によりますと、次期衆院選での野党陣営の協力は、野党第一党の角丸枝野率いる立憲民主党と、一定の組織力を持つコミンテルン国際共産党日本支部が、どこまで歩み寄れるかが、成否を握る。成功するかしないのかを握る。ただ、枝野率いる立憲民主党の支持団体の連合は、両党の連携に消極的。連合は正式名称、日本労働組合総連合会。労働組合は、労働者のための組織ではなく、国際組織。万国の労働者よ、団結せよ、とか言って、束にして暴れさせんねん。連合の加盟組織は、国際労働組合総連合、ユニオンインターナショナル。労働組合の国際組織で、ローソンの国際組織としては最大。本部はベルギー、ブリュッセル。赤い勢力。赤い人たち、左翼、極左で、国壊しを目的としてやがる。AI よけで、ふにゃふにゃに言うてます。で、記事戻って、共産党は、政策合意や対等な形の総合支援が必要との構えを崩さず、不透明感が漂う。立憲の代表、枝野は、27日、共産党の志位和夫委員長と国会内で会談し、協力のあり方について協議に入ることで合意。この後、記者団に、全小選挙区で一本化するのは難しいが努力を重ねたいと語った。安倍政権下、野党側は国政選挙で劣勢が続いた。菅政権がコロコロリンの対応に苦しむ現状に、次期衆院選を反転攻勢のチャンスと捉えるやって、安倍前首相はあと2回の点滴かなんかで、治療終わりっておっしゃってたよね。戻ってくる気満々やと思うねんけど、違うかな。立憲、共産、両党は、全289選挙区のうち、67選挙区で競合する。25日投開票の衆参3選挙では、共産党が候補者を取り下げるなどし、立憲候補らが全勝した。これって、共産、ほんまにええの？立憲幹部は1対1の構図を作れたことが大きいと分析。次期衆院選へ、接戦区中心に共産党の譲歩に期待する、やって。連合の会長の神津さんは、15日の記者会見で、共産はやたらと候補を立てて、自民に漁夫の利を与えるのか、との有権者の厳しい目にどう応えるのか、と圧力を強めた。ただ、比例代表850万票の
目標を掲げる共産党は一方的に譲るわけにいかない。小選挙区候補の減少は比例票減少につながるためだ、やって。比例廃止してほしいよね。復活ゾンビとか鬱陶しいもんな。さっきの衆参3選挙で立憲は幹部同士の街頭演説を避けるなど共産隠しを実行した。せやせや、2016年野党共闘で当時民進党やった前原誠司が共産党の小池と演説してたもんな。2016年7月1日産経ニュース。日本共産党研究。彼らは普通の野党ではない。白あり呼ばわりした前原誠司までがなぜ民共連携に同調するのか。記事の導入。日本共産党を白ありと呼んだ民進党の前原誠司元外相がその白ありと共に札幌市で街頭演説に立った。一緒に演説した共産党の小池晃書記局長はツイッターで事件と発信した。で、記事に前原といえば共産党のことを白ありみたいなもので協力したら土台が崩れていくと批判するなど民進党内では誰よりも共産党アレルギーが強いはずだった。日本共産党は中国共産党と同じ組織で国際共産党コミンテルン第三インターナショナル、とても恐ろしい組織。コミンテルンはもう消滅したことにはなっておりますが、コミンテルンの指導団体はあの有名な秘密結社自由なおそうめん屋さん、おそうめん屋さんの本拠地はイギリスで、アメリカはおそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しか大統領になれないんですよ。盛大なプロレスが行われてる。で、角丸枝野率いる立憲民主党は、もともとは民主党。立憲のスタートメンバーは菅内閣。民主党ができた時、社会党の連中が紛れ込みました。社会党は国際組織で、社会主義インターナショナル。実は、国際共産党コミンテルンともともと同じ組織。国際共産党は第三インターナショナルって言うねんけど、第二インターナショナル時代は一緒の組織。分裂して別々になった。とても恐ろしいところ。で、日本維新の会、維新を作った時に民主党の連中紛れ込んでますので、維新アウトやねんけどね。で、記事戻って、もう一度、さっきの衆参3選挙で立憲は幹部同士の街頭演説を避けるなど共産隠しを実行した。前回17年は結党間もない立憲の候補を後半に支援した経緯もあり、めっちゃ広く行き渡るように支援したのにやねっていうことやな。共産幹部はこれ以上コケにすることは許されないと引く気配をみじんも見せない。自民党は内部の公認争いが続く7選挙区のうち、二階俊博幹事長率いる二階派が絡むところが5つを占める。疫病神。群馬1区と新潟2区は二階派と最大派閥細田派の現職同士が競合。二階のおっさんはもうごめんなさいでええんちゃうの。二階派の河村元官房長官が議席を守ってきた山口3区は、参院山口選挙区選出の岸田派の林芳正元文部科学省が鞍替えを狙うやって、林さん頑張れ。北海道7区と高知2区も未決着だやって。で、モナオの名前が出てきてんねんけど、自民党にこれいらんやろ。7選挙区と別に静岡5区は前回の勝者で無所属の細野豪志元環境省。モナオ、山本モナと不倫してたからモナオって呼ばれててんけど、そいつが二階派特別会員やねんな。と、比例で繰り上げ当選した吉川、武、岸田派がぶつかるやって、調整が難航しそうな選挙区もあり、大きな権限を持つ二階派の判断が鍵。党幹部は直前にならなければ決まらないと指摘した。
議会のおじさん疫病神やから黙っとけって思うねんけど、自民党が頼りないから言って野党に期待すんのはやめて、我々は運命共同体やねんから、赤い勢力に投票したらダメなのよ。労働組合の組織票で送り込まれてくるやつを阻止するために野党に入れたらダメなんですよ。自民党の中にわんさか赤い酸っぱい議員いるねんけど、とりあえず自民を圧勝させといて後に下馬凛子させるしかないのよ。野党は民主党系は維新も含めてオール酸っぱい赤い議員と思って観察してください。野党の連中は何でも反対、やってることは外国人を優遇することだけ。